はい、皆さんこんにちは。ロボット大好き、メカも大好き、お絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ今回は僕もう一度皆さんとクラッシャー・ジョーの思い出に浸りたいと思ってまして、今日は僕のこの積みプラを、僕が代わりにパチ組みますのコーナーですけれども、まあ、今回パチ組むのはこの長谷川から発売されていたクリエイターワークスシリーズの72分の1スケールクラッシャー・ジョーファイター1です。まあ、以前ミネルヴァの方を作りながら、まあ、動画にしたんですけども、僕自身これも買ってからちょっとしばらく積んでましたんで、まあ、今回週末を利用して組み立てたいと思います。まあ、日曜日の半日使って、まあ、なんとか形にしたいなというのが目標です。まあ、箱の中身はこんな感じで、この辺がデカール類でしょ。あとランナーは、まあ、全部で4色成形かな。まあ、接着剤不要で、まあ、前回ミネルヴァを組んだ感じで言うとガンプラには及ばないですけども、まあ、ある程度気軽に組めるんじゃないかと思います。まあ、一部パーツが選択式になってるんですけども、まあ、その辺は僕差し替えできるようにちょっとパーツの差し込み軸を調整したりしながら進めていきたいと思います。パチ組みとは言ってるんですけども、ほんのちょっとだけ塗装しようかなと思ってます。あのキャノピーのクリアパーツのとことか少し塗った方が良さそうな気がするんで。あ、ジョーとタロスのフィギュアは今回塗る予定はございません。ランナーちょっと出して並べてみましょうか。まあ、とりあえずこの辺が基本パーツで、あとこれがね、まあ、フィギュアの2人、そしてこっちがディスプレイスタンド。実際には使わないパーツもいくつかあります。そしてキャノピーのところのクリアパーツ、まあ、これはどちらか好きな方を選ぶんですが、まあ、僕はこのピンクの方でいきたいと思います。デカールは僕が貼りたいやつだけ貼るというちょっと自由なスタンスでいきます。でこのシールは後で使います。さあじゃあこの後は組み立てに入りますよ。まあ、今回も最後まで見ててくださいね。そしてまたチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。あとツイッターもやっております。ちょっと早めに次回予告もやっておりますので、ぜひフォローも。まあ、パーツの切り出しは、まあ、今回もある程度先に、まあ、いけるだけ切っちゃっとこうと思います。どこに使うのかそんなに分かりにくいパーツはないので、まあ、こんな感じで切れるだけ切って、ちょっと分かりにくいパーツだけ組み立て途中で切っていこうかなと思います。ここまで切り取るのでだいたい30分ぐらいでいけましたね。次は組み立て。僕このプラモデルのシリーズで個人的に気に入ってるのはこのフレームを軸にして、でこうやって外装を上からはめていくような、こういう組み立て方式なんですが、これなんとなくかっちり組み立てられてちょっと剛性が高くなってて、なんかすごいいいんですよねって感じで、まあ、機種の1ってとこだけもうデカール先に貼っちゃいましたが、パチ組みだとこんな感じ。最後にキャノピーですけど、このさっきのシール、これ実はマスキング用のシールで、キャノピーのグレー部分塗装するためのものなんですよ。まあ、これを要はマスキングしたい箇所に貼っていくんですけども、まあ、あらかじめねこんなものもつけてくれるなんて、さすがにこれは塗ろうかなって気になります。ということで一部グレーの部分とかを塗装して、まあ、僕なりにもうこれでいいかなっていう感じで仕上がったものがこちら。まあ、僕昔の宝のキットは入手できなくって、でその後日東のものを買ったことあるんですけども、まあ、あれも結局組み立てないまま終わっちゃってるんで、まあ、ついに僕の目の前に完成したファイターがって感じです。だいたい組み立て時間トータルで4時間ぐらいですかね。あんまり週末に時間も取れないサラリーマンのお手軽仕上げ、4時間でだいたいこのぐらいまでいけるんじゃないかと、まあ、もはやクオリティについては自分が満足すれば OK。 まあ、ちょっと墨入れもしてませんが、まあ、相変わらず長谷川のキットはこのモールドもシャープで、もう個人的に惚れ惚れします。ランディングギアの取り付けはこの蓋の部分をそれぞれ外しまして、後ろはここね。ちょっとランディングギアの方は塗装とかしてなくて申し訳ないんですが、これをそれぞれの穴に接続していきます。この後ろの接続穴はちょっとドリルで大きめにしてあります。これが開いてる状態のカバーパーツ、こんな感じで差し込めば、ミネルヴァの時の動画のコメントでも視聴者さんがあの予告編すごい印象に残ってるっていう風に書かれていて、激しく同意しちゃったんですけども、特にあのアルフィーンってところね、
もう何があったのかなって心配しちゃったんですけども、まあ、本編見たら大事に至ってなくて良かったです。あとジャケットのデザインがザンボット3のパイロットスーツに似ているっていう件触れられてる方も多かったですね。キャノピーの部分も僕は接着していないので、まあ、こんな風に一応開けたりすることができます。ただこの接続軸のところね、一回僕折っちゃって、まあ、接着してあるんですけども、お気をつけください。小林清さんじゃなくてタロスと一緒に。あとは機体下部に装備されたこのミサイルハッチ、こちらも開閉できるようにしてあります。これちょっとハッチの部分を少し削って短くして、まあ、爪が引っ掛けられるようにしてあります。さらにこの後部のこれエアブレーキで良かったのかな、まあ、ここも開いた状態のものに差し替えられるように調整してあります。まあ、こういうことやるのおすすめはしませんが、でももしやる場合は削りすぎに注意。ちょっと話変わっちゃうんですが、実は僕前回のミネルヴァを組んだ後にこの OVA 版も勢いで買ってしまいまして、まあ、何ですかね、ミネルヴァのプラモデル気に入っちゃったんですかね、まあ、商品の仕様としましては、まあ、パッケージが違ってて、まあ、あと少しカラーリングが違う部分を再現するためにデカールがちょっと余計についてます。というわけでもう本体はまんま同じものです。OVA 版はね、このように翼とか一部にちょっと青いカラーリングが施されているという違いがあるんですね。あとこっちのバージョンの付属品として、ちょっとこのアルフィンのちっちゃいフィギュアが付属しております。まあ、こんな感じでレジン製なんですけれども、これは組む気になるかな。まあ、アルフィンなのかと言われればアルフィンだとは思うんですけれども、でこっちがちょっと使っちゃってるんですがデカールですね。でアルフィンのこの瞳の部分のデカールなんかもついてます。でこれ組み立てたのかというと、このように豪快にパーツが残っております。まあ、今のところこれしか作ってなくて、まあ、翼の部分、まあ、要は OVA 版の特徴である部分だけしか僕用意してないんですよ。なんでこれらのパーツを前回作ったミネルヴァに差し替え用パーツとして使用するという、ちゃんと作れよと言われそうなんですけども、まあ、このような使い方をしております。じゃあせっかくなんで交換して OVA 版をご覧に入れちゃいましょうか。まあ、ファイターと同様に、まあ、差し替えを想定しているわけではないので、やっぱり軸の部分の太さ厚さをあらかじめ調整してあります。いやそれにしてもね、この動画を撮影しているのが2022年4月なんですけども、まあ、数ヶ月前に、まあ、外伝ではありますけれども、まあ、クラッシャー城の新作も発行されて、もうすごい長いシリーズになってますね。子供の頃劇場で映画を見た僕ももはやタロスと同じぐらいの年になってしまいました。はい、こんな感じです。まあ、丸々もう一個ミネルヴァ作れるパーツが残ってるんですけどもね、まあ、もう一機の方は後ろの格納庫ハッチを開いた状態に改造なんかできたら素敵かなとは思うんですけれども、まあ、果たしていつ組み立てるのかな。といったわけで今回は長谷川のファイター1組み立ててみました。じゃあこの後今日のエンディングはお絵描きでいこうかな。今日は割と自信作なんですけれども、まあ、映画版のずっと描きたかったシーンなんですが、まあ、僕のお絵描きは模写なんですけど、まあ、いつもはやっぱりちょっと似せるとなるとちょっと消しゴムを使う時もあるんですけども、まあ、今回は完全に一発描きで出来上がりました。いつも皆さん楽しいコメントありがとうございます。まあ、前回の動画は、まあ、グレン・ラガンのラガンで遊びましたけれども、たくさんのダチ公がね一緒に思い出に浸ってくれて嬉しかったです。まあ、お絵描きのシーンは26話だったんですけども、まあ、セリフまで思い出していただけてる方もいらっしゃいましたね。あとコナミのグレン・ラガンも割と持ってる方いらっしゃいましたね。そして今回はクラッシャー城ですが、まあ、前にも言いましたけど僕よりちょっと上の世代のお兄さんお姉さんの方が先に小説とか読まれてたかもしれないから、まあ、ちょっと思い入れが深いかもしれないですね。思い出やエピソードのコメント読まさせていただくのを楽しみにしております。まあ、作品のことは知らない見たことないという方のコメントも毎回興味深いです。お待ちしております。
さて次回はどの時代のどのおもちゃで遊びましょうか。また次の動画でも僕のお気に入りのおもちゃで皆さんと一緒に遊びたいと思ってます。ぜひまた我が家にお越しください。じゃあその時まで皆さんごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。